チョークスオーシャンエアウェイズ101便墜落事故とは2005年12月19日にアメリカ合衆国で発生した墜落事故である。グラマン G-73T タービンマラードの乗員乗客20名が墜落によって死亡した。事故原因は金属疲労により右主翼が胴体から脱落したことだった。チョークスオーシャンエアウェイズにとって最初の重大事故だった。 この事故の3年前には、チャイナエアライン611便が似たような事故を起こしていた。チョークス・オーシャン・エアウェイズはこの後に倒産した。事故機の N2969 の写真。ビニミ島の水上飛行機の基地で1989年に撮影された。2005年12月19日、チョークス・オーシャン・エアウェイズ101便は、フロリダ州フォートローダーデールを飛び立ち。 バハマビミニ諸島へ向かった。その途中、事前の予定にはなかったが、フロリダ州マイアミワトソン島に立ち寄り、道地を離陸直後に、フロリダ州マイアミビーチ沖に墜落した。目撃者は、白い煙が上がって右翼がちぎれ飛んだ後に海に墜落したと証言している。航空機は、ガバメントカット水路に落ちて沈んだ。ガバメントカットは12月20日午後6時30分まで閉鎖され、 このため少なくとも3隻のクルーズ船が立ち往生した。回収された101便の右翼事故機のグラマン G-73T タービンマラードは1947年に製造された機体だった。この時の機長はフロリダ州、ボイントンビーチ出身の37歳女性で事故の1年前に機長に昇格した。副操縦士はペンシルベニア州、 ワイオミッシング出身の34歳男性で事故の8ヶ月前に航空会社に入社した。機長は2820時間の飛行時間があり、副操縦士は1420時間の飛行時間があった。墜落によりパイロットは2名とも死亡した。2005年12月22日、国家運輸安全委員会は本事故について報道を発表し、 事故機の破損した右主翼に金属疲労があったことを示す写真を公表した。これを受けて、チョークスオーシャンエアウェイズは点検のため全保有機の運行を自主的に中止した。2007年5月30日、ロイターは次のように報道した。国家運輸安全委員会によると、チョークスオーシャンエアウェイズ社は1947年製の グラマンターボマラードに生じていた金属疲労亀裂を見逃し適切に修理できなかった。2005年12月19日、事故機はバハマへ向け離陸した数分後、高度500フィートで右主翼を失い、マイアミ港に隣接する船舶用水路に墜落した。NTSB は最終報告書で事故機を含めた同機材の整備に関して多数の問題があったことを指摘し、 同社の整備実態に疑問を投げかけた。NTSB 委員長マーク・ローゼンカーは、機体構造に問題が生じている兆候があったにも、かかわらず対処されなかったと述べた。また NTSB は、連邦航空局が、同社の整備の問題を検知し是正できなかったとも、指摘した。放棄上、古い時代に製造された水蒸気は、機体構造の厳格な管理を免除されている。 チョーク屈社は NTSB の見解についてコメントしなかった。FAA は同社の整備計画に問題がある形跡はなかったとし、運航会社がその保有機の対空性について一義的な責任を負うのは法規上自命なことで、それには機体構造の適切な修理も含まれるとする声明を出した。国家運輸安全委員会は右主翼桁の付け根付近に生じた。 金属疲労による亀裂が事故原因だと断定した。この亀裂は4桁にある燃料を通すための穴に沿って発生したもので過去に発見され修理されていたが結果的には修理が不十分だった。マラードは1940年代に設計された機種でインテグラルタンクを採用していた。これは翼に密封区画を設けて翼そのものを 燃料タンクとするもので、内部に独立した燃料タンクを持たない分、重量を軽減しつつ、燃料搭載量を増やすことができる。短所としては、燃料区画表面の接合部分の密封を維持することが難しく、翼が経年劣化すると飛行中のしなりなどが原因で、接合部から燃料漏れを起こす傾向があった。グラマン社は1963年には早くも、 注意喚起をしており、マラードの翼が燃料漏れを起こす場合は構造的な問題が疑われると述べていた。しかしながら、チョーク屈者はなぜか自社の保有機にこれが特に関係するとは考えていなかった。事故機は過去何年もの間周期的に左右の両翼から燃料漏れを起こしており、その都度作業員が燃料タンクの継ぎ目の内側から密封材を当てて塞いでいた。 不幸なことに、右翼の燃料タンク内側に密封材を当てる際、作業員は意図せず、傷んだ下側の翼桁に密封材を被せており、このため金属疲労箇所が覆い隠されてしまった。該当箇所は過去に亀裂が発見されており、その際は亀裂を削り取る形で補修されていた。密封材を当てる作業は、翼の上面の小さな点検口から実施したため、目視が困難で、 翼の内面を修理するには非常に不便だった。結果的に過去の補修部分が隠蔽されたことで、以後の点検修理が不可能となった。事故機が最初に深刻な問題の兆候を見せたのは、右主翼仮面外皮の付け根付近で機種から、機微の方向に沿って亀裂が見つかった時である。亀裂の成長を食い止めるために端にドリルで穴をうがつなどしたが効果がなく、 亀裂部分にハギ板をリベット付けする形で修理した。これは外皮の軽微な損傷修理では普通の手法である。しかし亀裂の成長は止まらず、ハギ板をその都度足すことになった。外皮の亀裂はゆっくり成長したが、あくまで外皮の問題に過ぎないと考えて、ハギ板だけで済ませた。設計当時の主流と同じく、マラードはジュラルミン製外反の応力外皮構造を、 採用していた。それより、昔のハフバリ構造で、ハフが単なる空力上の用途しか果たさず、機体強度に寄与しなかったのに対し、応力外飛構造の外反は強度部材であり、飛行時にかかる応力の一部を受け持つ。そうした、航空機は老朽化すると、機体外飛に小さな亀裂を生じることが多いが、適切に修理すれば、 飛行機の強度的な安全性が損なわれることはない。事故機は、四桁の見えない場所に生じていた、亀裂のせいで右翼の合成が落ちて、飛行中に翼がより大きくしなるようになり、翼の付け根の外皮にかかる応力が増大して、飛行ごとに外皮の亀裂がゆっくりと成長することになった。翼下面の亀裂が成長して、翼の強度があまりにも落ちたため、 もはや飛行時の荷重を支えきれなくなり、翼がちぎれた。これによって、翼内の燃料が飛散して引火し、地上から目撃された。事故機の断崖から、両翼付け根の外側だけでなく、内側にも歯切っが当てられていたことが分かったが、それらの修理記録は見つからなかった。また、翼が折れる原因となった、亀裂の入った四桁は、事故よりも相当前に完全に折れており、 それが、翼の実質的な弱体化につながったものと、調査官は結論付けた。事故機は1947年に製造された。メーカーのグラマン社は、事故機の同型機、G-73 マラードを60機しか、生産しなかった。製造は1951年に終了し、以後は、正規の交換用部品を入手不能となったので、チョークスオーシャンエアウェイズは、 ともぐい性病に飛べないマラードを何機か確保せざるを得なかった。また、航空機業界は、長ス社が使用していた種類の飛行機の製造をやめてしまったので、老朽化したマラードを新型機で更新できなかった。事故発生時点で事故機は、一年58年、総飛行時間は3万1000時間を上回り、飛行回数は4万回を超えていた。マラードが、 形式認定を受けた1944年当時、設計時に性的な強度要件は存在したが、疲労分析は方法論すら未確立だったので、疲労要件というものはなかった。したがってマラードには安全寿命の数値がそもそも存在しない。これに対して、今日のほとんどの民生用航空機には6万5000から7万時間、または20年間という対応年数が、 設定されている。また、製造会社のグラマンは正式な修理マニュアルを発行しておらず、グラマンによるマラードのサポート打ち切り後、修理方法の承認権限は外部企業に取得されていた。事故期は1980年にチョークスが取得し、1981年7月 2G-73 ターボマラードに改造された。これは元の プラットホイット2はスプ H、レシプロエンジンを、プラットホイット2カナダ PT6、ターボプロップエンジンに換装したものである。事故後、別のチョークス機で発見された亀裂チョークスの保有機では、不具合が頻発しており、同社の操縦士の間でも自社機の修理状況が懸念されていた。操縦士は、エンジン故障に何度も遭遇し、 またある時は昇降打の操縦柵が飛行中に突然破断して緊急着陸する事態となった。このため何人かの操縦士は我が身が心配になり、ある一人はエンジン故障を4回経験した後で自社機の慢性的な整備不良を憂い、妻と幼い子供を養う身として操縦士を辞した。事故後、チョークスが保有するマラードはすべて運行が中止された。 その後の点検で前期について深刻な腐食が発見され、また多数が整備時に不適切な修理を受けていたことが露見した。乗客18名と乗員2名の全員が死亡した。乗客の過半数はクリスマスショッピングから帰ってくるビミニの地域住民だった。乗客の中にはバカルリ社創業者の総孫で取締役解約員である男性とその妻もいた。 その男性は脱出を試みたのか、シートベルトを外しており、飛び降りたか誤って落下したか不明だが、墜落地点から9マイル離れた、キービスケーン付近で漁師によって、遺体として最後に発見された。他のすべての遺体は、席でシートベルトをつけたまま発見された。命令ーー、航空機事故の真実と、真相第7シーズン第8話、マイアミミステリーテレビシリーズ。 特装刑事マイアミバイスのパイロット版、ブラザーズ・キーパーの中で、麻薬業者がタブスとクロケットから逃亡する際に用いたチョーク車の水蒸気の登録番号が事故機と同じ N2969 になっている。マイアミバイス・ベースボールズ・オブです。 http://www.imdb.com コロンススララッッシシュュ <www>. <le> スラッシュタイトルスラッシュ tt0647040 スラッシュ tri via2017 年8月19日閲覧ありがとうございます。